寮家。寮家、寮家 ?264 年は、中国語官末期から三国時代の軍人、職官に仕えた。字は元剣。慶州上用軍中路県の人、元の名は厚氏。聖子で初めて名が上がるのは、慶州にて、関羽の主婦を務めていた頃である。慶州工房で、関羽が孫健軍の旅網に敗れると投稿したが、 劉備の下に戻りたい一心で自分が死んだという虚言を流し、老母を連れて脱出した。222年、御征伐に出ていた劉備と出会い決算を果たし、そのまま、統制、医療の戦いに参加した。劉備が崩御すると、諸葛亮の参軍となり、後に、正し公部に任じられた。将は、諸葛亮から、茂才に、推挙されると、孤辞して、亮からに譲っている。 あとに両家は、影平大使となり、238年9月、義の守る前教皇である、当人の陣営を攻撃した。義の各順は抗議大使用院、南安大使、遊益に軍勢を預け、山の東西から両家を挟み撃ちさせた。軍勢の分散を懸念した、義の総英、明帝は、別動隊のうち必要でないものは引き上げて、用地を守らせよと直命を下したが、 小直が届かぬうちに、有益軍は領下に打ち破られ、王院は流れ屋に当たって死んだ。二百四十八年、脅威は北伐を行って西方へ向かい、義に反乱を起こした、脅族の地無体を出迎えた。また、領下は成重山に泊まって城を築き、脅族たちから人質を取り立てた。各順は、諸将の反対を押し切って、軍勢を二手に分け、下工派には靴中へ脅威を合わせ、 自分は諸軍を率いて、領下を攻撃した。このため脅威は引き返して、領下を救援することになり、北西は未遂に終わった。一方、各順に破られたおさむムタイラを迎え入れ、駅州へ移住させることには成功した。翌249年秋、脅威はまた北方へ進出したが、各順に阻まれ撤退した。両下は、各順が勝利に乗じて、 強族を攻撃するため西方へ出かけた隙をつき、三日後に軍を返して白水の南岸に布陣し、東もぐさと対峙した。両家が東もぐさを釘付けにし、脅威が闘心して城を奪取する計画であったが、東もぐさに見抜かれた。脅威が城に着いた頃には、すでに東もぐさが引き返して立てこもっていた。両家は次第に昇進し、右赦期将軍、 カリフ氏、両兵州士市となり、中豪校に封ぜられた。おそらく、長翼と、同様百五十九年のことか過断激烈をもって、称えられ、神は、長翼と同等で、胸世の上であった。両家が、長翼と共に対象となった時、人々は、前に、大平、九夫あり、後に、長翼、両家ありと語り合った。 諸葛仙が調整を統括するようになると、両家は、そう世の屋敷を訪ね、諸葛仙に挨拶をしに行こうと誘ったが、我らが七十歳を超えて望むことは、一日でも、死を遅らせることのみ、年少の輩からに、何を望み、せこせこと訪問せねばならんのだと断られている。262年、脅威が軍勢を率いて、適度に進出した際、両家は、 戦いはやめなければ必ず我が身を焼くことになる、左伝。それは、白薬、脅威のことだ。知略は敵に勝らず、力量も俗に劣っているのだから、それをあくまで仕掛け続けたとしても、どうやって成功させられようか。死境に、我より先んじず、我より遅れず、ということがある。これはまさに今日のことだと脅威を批判した。263年、義が攻めてきた時、 脅威、長翼と共に、剣閣を守備し最後まで、昇海軍に抵抗したが、先に、生徒が陥落したため降伏した、職官の滅亡を。264年、落葉に連行される途上で病死した。創与との会話を見るに、没年齢は70歳代だったようである。いつ解明したかについて、三国史では、明確には書かれていない。ご所陸村伝には、工部元年、 222年、職所、正伝では、健康万年、223年の記事に、同圧死の名前があり、また議書名定期中の継書2年、238年9月の記事においては、同圧死と記されている。了家としての書出は、議書、各順伝の聖史9年、248年である。小説、三国支援議では、 黄金族の残党ながら仲間の都へが拉致してきた劉備の最小に無礼を働いたため首を切って関羽に差し出す。その際、族出身の人物を家来にすることを嫌った関羽に拒絶されている。劉備が慶州を支柱にした頃に物語へ復帰し関羽の主母、幕僚長となる。関羽が両盲に攻められ麦城へ逃げ込んだ時、常用の流法、 毛達援軍を求めに走ったが、要請を拒否されて、生徒に走っている。幹無死後に、劉邦らの処罰を劉備に訴え、これが、毛達の脱走と劉邦の処刑につながっている。北伐の際には、諸葛良式家の将として活躍する。ある時、諸葛良の策により、義の芝居を追い詰めるが、芝居がわざと逃げ道の別方向に兜を落としたのを、 真に受け、誤った方向を追ったために、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。諸葛亮は、良家の先行を評価したものの、もし幹部なら、芝居を捉えることができただろうと思いふけることになる。最後は、生死と同様である。演技では、特に老将としての描写はないものの、物語の設定都合で、黄金の乱から食感滅亡まで八十年余りの間、 戦乱を生き抜いたことになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。